こんにちは、スカイチャーサイくんです。今日はベジフレッシュチャック付きが発売になりましたのでご紹介していきたいと思います。まずベジフレッシュとは何かなというお客様もいらっしゃると思うんですけれども、こちらのベジフレッシュ、袋に使われている特殊フィルムが野菜の中に入れることによって酸素濃度をコントロールし、またお野菜の呼吸数を抑え、冬眠状態にすることによってお野菜の鮮度や美味しさが長持ちする袋になっています。とっても便利な袋になっています。今日は人参さんとブロッコリーさんで試してみたいと思います。人参さん、いつもこのように呼吸をしています。これは収穫した後も呼吸をし続けています。呼吸数の多い人参さんもベジフレッシュ、今日はちょっと代わりに大きな袋を用意したんですけれども、ベジフレッシュに入ることによってどうでしょうか。このように呼吸数が抑えられて冬眠状態になります。はい、今日は特に呼吸数が多いブロッコリーさんでも試してみたいと思います。ブロッコリーは呼吸数がこのようにとても多いと言われています。さっきの人参よりも早いですね。ではまた試してみたいと思います。呼吸数の多いブロッコリーさんも全箱ジ袋に入るとどうでしょうか。このように呼吸数が抑えられてブロッコリーの鮮度も美味しさも長持ちするという袋になっております。はい、いかがでしたでしょうか。呼吸数が抑えられることによって美味しさが長持ちするのは嬉しいですね。ぜひ皆様、チャック付きベジフレッシュ試してみてください。では、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。